まったく、多くは偏食で困るわ。お料理作りが教団にバレたら大変なのに。ああ、私ってば、お料理疲れと気づかれて今にも倒れそう。何？奥さんか何かなの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあちょっと、またね、強敵がやってきたっぽいので、さてさてやっつけますかね。とりあえずちょっとハート集めとこうっと。あ、こういう時には全然反応しないのね。あー、てか、めっちゃいろんなものが。めっちゃいろんなものが。そして毎回毎回やられるね。よいしょ。毎回毎回やられるこのネズミの置物。またやられるかな。さあ、とりあえず行こうか。おいやいな。どうやらハーゴン教団の魔物どもがまとめて攻めてくるみたいだぜ。やば。いよいよ本格的に私たちの農園をぶっ壊す気かな。もはややむを得まい。教団の者どもを返り討ちにするがよい。おお。戦う準備はよし。よし、最近暴れ足りなくて体がなまってたんだ。思い切り行かせてもらうぜ。来た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 。バトルスタート。モンスターを倒せ。見えない見えない。ギギギ、すべて壊す。やめてください。あ、もうまた。ほっ。てやー。もうちょっとこっちの方に来てくれないとできないでしょ、ため攻撃が。はい。OK。ほっ。いや。あー、いないいない。ギギギすべて壊す。ギギギって夜剣、私あの鎧の、鎧というか、骸骨の奴らがイオンかと思ったのにさ。雲が言ってんの。何ギギギって何の音よ。あ、ちょっと、溜めてるのが見えないの。あ、でも溜め攻撃邪魔されん。ちょっとうざい。君超うざいんだけど、なんだなんだなんだ、せっかちすぎないかい。はあ、あ、ちょっと待って。溜めが解かれていた。うほうほ壊れろ。うほうほじゃねえよ。ディ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 。よし。君らはアイテムは落とさないのかね？役に立たないな。裁きを受けるのは君たちだよ。イエーイ。うわ、でかい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 。はあ。はいはいはい、行きます。てやー。はあ。あー、やばい。やばい！教団の怒りを思い知れだと？副総督様がこちらにいらっしゃるんだぞ、おい。へい。え、当たってね。あ、やっつけてたのか、もう。あ、でかいでかいでかい。来た来た。壊し尽くさないで。てか、こっちによ、あ、寝た寝たよ。あ、痺れた痺れたよ、ちょっと今度は。へい。何を手間取っているのだ？お前も戦え。いや、しかし、向こうの仲間ということで、それはダメなのか。はい。あれかな、こっちに協力してることをとりあえず悟られちゃいかん的なあれはあるんかな。こうね、副総督という、位がある手前、それはダメなんだろうか。いいぞ、いいぞ。多分、今回拠点一回も壊されてないんじゃない？いい感じやん。よくかな、よくかな。当たってんのか、これ。そして、片割れで私はパンを食べます。ほらほら、なんか、あれやん。みんなの体力も全然減ってないよ。骨のある奴らじゃないか。ありがとう。骨に言われた。お、アイナたちのレベルが上がった。さあ、これで？アイナたちのレベルが7になった。やったね。できることは増えない？技的な。ふふ。うん。増えんのかい。バトルコンプリート。はぁ、無事だ、無事だ。よかった。今回は何も破壊されなかったね。アイナさん、また黄金兄弟の魔物たちに襲われてしまいましたね。残念ではあるが、これも仕方のないことであろう。そう簡単に理解し入る、し合えるはずがない。アイナよ。このモンゾーラ教区は、総督たるヒババンゴ様が治めておいでだ。わしは所詮副総督に過ぎん。ヒババンゴ様は、今は島におられるが、ご説明すれば、大事のこともきっとご理解いただけるはず。マジで？本当に理解できる？
完成した大樹を前にわしが話をする。まずは急ぎ大樹を完成させるのだ。めっちゃ協力してくれる。で、マギール、貴様はいつビルダーになるんだ？何？そうですよ。マギールさんもこの農園の仲間なんです。私たち同じ、ビルダーになってください。破壊の権化たるこのわしがビルダーになるだと？いや、絶対してくれるやろ。くっくっく、それも面白いかもしれぬ。すぐにとはいかぬが、考えておこう。よーし、それじゃあ、イナさん。お題の大農園を完成させるために、次なる2種類の種探しとき、種探しといきましょう。やりますよー。えい、えい、おー。ってことで、みんな、ハートは落とさないの？ん？もしかしてハート落ちてた？なんかいろいろ拾ったような気が、気のせいか。キビか。キビを拾ったのか、なるほど。なに？なんか二人。君は何の用だい？ちょ、どこへ行く？走って行くな。ご飯？ね、ご飯より先にちょっと。ちょい。ちょ。うひー、アイナさん。またしても教団連中に襲われたっすね。みんな無事でよかったっす。そういや、アイナさん。チャコさんが大樹のお題を達成したら収穫祭をやるって言ったの覚えてるっすか？うん、よった。大樹の完成までもう少し。収穫祭ももうすぐっす。俺からも種探しを頼みたいっすよ。マギールさんによれば、湿地帯の東にある橋を渡った先に新しい種があるらしいんすけど。おーおー、来た来た来た。クッ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 ク。湿地帯の東には教団が破壊するまで一面のトマト農園が広がっていたと聞く。あそこの地面ならまだ種が埋まっておるかもしれん。ココアなら探してすらはずだ。トマトはキウイと同じく、特別な育て方があると聞くが、見たことがないゆえ、わしもやり方はわからぬ。湿地帯なら知っている者がおるかもしれん。種と共に育て方も探ってきてくれ。それじゃあ皆さん、トマトの種を30個と育て方もよろしく頼むっす。お、地図に目的地が表示された。ってことで、あ、パン食べた。え、次の目的地は、間違えた。次の目的地はどこだって？違う。この中におったらそうなるんか。あ、ここ次の目的地。東の湿地にて。ってことは、この辺に、トマトの種を集めよう。ま、なるほど。そこ。高台のハーゴン教会に先に行けばいいんかな。ここからの、まあ、そのトマトの種があるという場所。まあ、一応私、トマトの種ね、多く倒しよるときに、普通に拾っとんやけど、めっちゃ普通にトマトの種拾っとんやけど、まあ、でも一応育て方とかをね、聞かんとわからんっぽいけん、それをちょっと聞きに、行きますか。とりあえずこの辺越えていく感じかな。あ、あっこにハテナがあるね。あっこがなんか、あ、この子か。橋の先に珍しい種が。やあ人間、僕大ネズミのネッツーさ。楽しそうな顔していいことでもあったの？ネッツー、めっちゃ言いにくいんやけど。この橋を渡って南に行くと、トマト農園の跡地があるよ。昔教団がぶっ壊したから跡地なのさ。ひょっとすると地面にトマトの種が埋まってるかもしれないけど、モンゾーラ犬じゃないと探せないだろうな。いるよ、モンゾーラ犬。この先東の湿地。さあ、向かいますか。なんかすごい壊れそうな感じやけど。はい、この先の東の湿地、あ、東の湿地へ。あったあったー。あ、待って。とりあえず、ここ、はい。導きの玉を起動した。多くのトマト農園にワープできるようになった。よっしゃ、来たぜ。あの味が忘れられん。ん？主婦は忙しいわ。かわいい。まったく、多くは偏食で困るわ。お料理作りが教団にバレたら大変なのに。ああ、私ってば、お料理疲れと気疲れで、今にも倒れそう。何？奥さんか何かなの？あの味が忘れられん。あ、水の中で育てるんか、トマトも。おお前、そんなにこやかな顔で奥様に声をかけるとは、いい度胸だな。それで、何か用か？用ですよ。ん？新しい大樹を育てるために、種と畑作りの方法を探してるだと？お前、大胆な奴だな。島じゃ教団の教えが信じられてること知ってんだろ？ぐっはは、まあいい。お前の大胆さに免じて許してやる。ついでにいいことを教えてやるぜ。この辺りは昔、トマト農園があった場所でな。土の中に種があるかもしれねえのさ。
く。もしもトマトの種を見つけられたらまた来い。そしたら揃って方を教えてやるぜ。おうおう、なんだよお前、それトマトの種じゃねえか。しれっと持ってるんじゃねえ。いいやん別に。トマトの作り方を教えたくなるような人間がようやく現れたぜ。さあ作り方を教えてやる。いいか、トマトを育てるには畑の支柱が必要だ。そのまま植えるとダメになるから注意しろ。まあね、伸びていくもんね。トマトみたいに実が重い作物は支えるものがなく倒れて枯れちまう。畑に畑の支柱を刺すことが大事なんだ。ちなみに水は土の周りに溝を作って流しておけばずっと乾かない。へえ。雨が降ったら水はやらなくていいが、時間が経てば乾いちまうから注意しな。そんじゃ俺の横にある畑で一度トマトを育ててみな。畑の石はこの辺りに地面にぶっ刺さってる。取ってきて使えよな。お、やったね。どれ？え？どこ？あ、ごめんね。あ、宝箱あったんや。ありがとう。あれか、支柱。はい、中身ゲットー。ん？この上とかには何もないの。なんもないんか。なんもないんかよ。間違えた。これじゃない。こっちね。これを二つほど。トマトを育てるには、トマトの種は植えただけでは育たない。畑の支柱を立ててから種を植えよう。支柱を使ってトマトはすくすく育つ。よきよき。ん？ここに何かあるん？なんもないよね。あ、この支柱があるよっていうだけ？そういうことかな。はい、それじゃあこの支柱を縦に行きましょうか。これ枯れてしまったトマトもしかして、かわいそうに。違う違う違う。はい、この支柱を立てます。そして、トマトの種なくない？あ、これか、あったあった。あったあった。はい、トマトの種を、違う、茨や思いっきり。これを植える。あ、こんな感じになるんやね。はい、植えた。オッケー、これで。ん？お？ひょっとしたらこれでトマトとやらが育つんじゃないか？早速、多くの野郎に知らせてやろうぜ。目の前で見てるだろ。この奥、どうやらトマトのことに詳しそうだな。まずは言う通りにやってみるか。やったよ、やったよ。ぐはは、お前偉いぞ。うまいことトマトの畑を作れたじゃないか。それでトマトが育つはずだ。ははは、あゆな。これで紛れが言ってやがったトマトの育て方は分かったな。ところでお前、あの手つき、そのハンマー、さてはビルダーだな。わかるんか。心配するな。俺は教団とは関係ない。昔からここに住む地元の魔物だ。地元の魔物。なるほど、魔物にも地元とかがあるんよね。この島は昔々、とあるビルダーが開拓したんだ。島はそいつのおかげで栄えたのさ。そいつはな、寝ぼけ顔で、むっつりスケベのやつだったが、いざとなると頼れるやつだったぜ。むっつりスケベ？俺はそいつが作ったトマトの味が忘れられなくてな。だが自分じゃうまく作れなかったんだ。だから今はお前が植えたトマトが育つのを楽しみに待たせてもらうぜ。そうだ、お前島にもっともっとトマト作れよな。俺のこの太い指じゃ植えられねえからよ。そうなん？あ、やったー、トマトの種7個ゲット。てか、あと6個か。よし。あとはそうだな。東の洞窟に畑を作るのに便利な肥料について知ってるオークがいる。すぐ近くだから行ってみろ。それとお前には特別に七彩のことをいろいろ教えてやろう。知りたきもう一度俺に声をかけな。ありがとう、知りたいです。お、新たなレシピをひらめいたよ。なになになに？あ、畑の支柱か。なるほどね。つる性の植物の成長を助ける柱、種植えた土に置くと効果がある。種植えてからでもいいの？そういうこと。ぐはは、ビルダー、どうだ、この奥様が湿災について説明してやろうか。はい、お願いします。俺の後ろの灰色の岩山を抜けると密林地帯がある。ここ、そこはリリパッドの巣だ。リリパッドは人間に友好的でな、木を作ることにも詳しいんだ。密林にいたら話しかけるといいかもな。ふんふん。でもって密林を抜けると墓石だらけの墓場半島がある。不気味でおっかねえ場所だが、半島の奥の墓場に作物の種を集めてる変わったやつがいるって噂だぜ。へえ、どこ？あとはさっき話した肥料について知ってる奥だな。そいつはここから東の洞窟の中にいる。あの洞窟か。
場所も近いし、肥料があればトマト作りもはかどる。まだ行ってなかったら必ず行ってみるよな。あっこか。行きます。行くよー。ちょ、トマトの種あったら教えてね、ここは。わかりやすいね。印がついているから。いや、痛い痛い痛い。痛い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 。あ、痛い痛い痛い。オーク。何？何か見つけた？あ、トマトの種あった？やったー。あ、支柱があるところってことか。わかりやすいやん。なんだ、邪魔だな。やってきてんじゃねえぞ、おい。よいしょー。あ、めっちゃある！やったー。じゃあ、君らすごい邪魔なんだけど。もしや、今のは何？あ、じゃあ邪魔だって。カニ爪でもゲットしたんじゃないの？ちょっと違う。あ、なんかすごい掘り進めていってる。ほら、カニの爪ゲットしよりやん。やったね。待って、どこ？どこ？なんかどん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 掘り進んでいくんだけど。どれや？あったーあったー、やったね。さ、これでもう集まったよ。やったー。どうも、奥さん。ちょっと奥に入らせていただいて。何もないね、別に。持ち帰れそうな感じの。この誤差は持って帰れるんかな？いや、まあ、やめておこうか。はい、どうも。何やってんの？俺、悪いオークじゃないぞ。自然を愛し、自然に愛された自然派オークだぞ。俺知ってるぞ。お前、トマト揃えてくれたんだろ。お礼に俺からいいことを教えるぞ。お前、野菜を早く揃えたいと思ったことないか？昔人間は臭い粉を畑に撒いたぞ。うん、こや。臭い粉、多分、肥やした小麦で作れる。俺、あの臭い粉、もう一度見たいぞ。お前、臭い粉持ってきて、まずは俺に見せるんだぞ。ふんふんふん。お。新たなレシピを。小麦が必要なんやね。肥料。多くが教えてくれた土に栄養を与える薬。周囲の土を腐葉土に変える。なるほど、なるほど。で、それを作れと。あ、ここで作れるやん。ちょ、待って、邪魔。あ、思いついたよ、思いついたよ。ここで作れるんじゃない？肥料。あ、小麦、小麦がない。小麦がないよー。ということだから、小麦をちょっと、小麦、小麦、小麦。小麦、はい、拠点にワープします。はい。く、持ってなかったぜ。あ、どうもどうも。あ、そっか。トマトのね。しかしちょっと今トマトじゃなくって、小麦、小麦、小麦。ほ。よいしょー。ちょ、ここの小麦を、あ、どうもどうも。あ、どうもどうも。小麦をちょっと持っていきま、あ、そっか、この中におったらダメなんよね。小麦を持っていきますね。高台のハーゴン、こっちか。多くのトマト農園。はい、ワープします。はい、こっちに来て、え、どこ？ん？なんかここにも、シェフは忙しいわ。ここもなんかあるの？君。ん？別にないよね。おお、疲れには甘いものがいいって言うけど、どこかにないかしら。本当はないなら作ればいいのよね。キビを火に入れれば甘いキャンディーができるって言うし、え、そうなんや、キビ持っとるよ、今私。ブツ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 。ということは、ここで作ればいいってことよね。キビ、キビ、キビ。はっ。はい。料理する。キャンディーが食べたいわ。ま、これで今のうちにちょっとあっちの、でかいな、お前。あっちの、あれ、どこ？お、オークさーん。あっちか。あ、あっこだね。じゃ、あのオークのところに行って、これ、トマトの種があるでちゅ。かわいい。何の感情もこもってなかったけど。はい、オークのところに。うわ。
ちょっと待ってて。ここで今ね、肥料を作るから。え、作れんくね？いや、痛い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 。痛い、ちょっと。ちょ、待って、寝る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 。めっちゃ攻撃されるんやけど、どういうこと？やめてよ。く、目の前で寝ても大丈夫なんじゃなかったのか、おい。戦闘中話しかけれない？話しかけようとしたわけじゃないの。ね、寝ようとしたの、私。ティ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 。何か持ってそう？カニの爪持ってたよ。カニ爪をこんな大量にゲットできるとはね。おやすみ。あれか、前に死神の目の前で寝たのは、なんかちょっと向こうの動作が遅かったというか、そういう感じやけんってことかな。え、なんか小麦持ってないんだけど。え、あるよ。あ、ここ、ちゃんとこっちに持ってないとダメってことか。これで多分、10個いるやん。10個もいるんやけど、クソ見てなかった。てか10個ぐらい普通にゲットできたと思った。じゃ、とりあえず、あっちのだけクリアしようか。あっちのだけクリアして帰ろう。これ上乗れるんじゃね？あー、沈む！こう、つつつつつ。く。上がれるかと思ったけど無理やわ。あー、沈む、沈む、沈む。よし。あれ、どれ？どこ？あれ、この辺じゃなかった？あ、あっこや、あっこや。ふぅ。危ない、危ない。迷子になるところだったわ。あ、キャンディーできてる、キャンディー。オッケー、目の前にあるよ、キャンディー。はい、どうぞ。あら、あなた、それってキャンディーじゃないかしら。まさか、私のために作ってくれたの？もらってもいいかしら。あげますよ。あら、悪いわね。なんだか催促したみたいで。これで日々の疲れも癒せるわ。あなたにはお礼をしなくちゃね。おー、トマトの種ごっこありがとう。教団には内緒よ。それで甘いトマトを作ってちょうだい。やったね。かわいい。大ネズミ可愛いんよな。え、50？ やばくない？ハート50も手に入ってんやけど。お、トマト育ちよりやん、順調に。やったね。やったね。あ、なんか置いたわ。お、置くな、置くな、私。よっ。ん、あ！は、よいしょ。よいしょ。さあ、これで。全然足りてなかったけん、ちょっともう一回。拠点へワープします。お、またまたハート50。そう、10個いるのね。10個。てい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 。とりあえずここで、あ、そっか、ここで10個刈り取って、もう作っていけばいいよね。あ、もう10個手に入った。オッケー。ということだから、はい、これで肥料を作りましょう。はい、これで一個。オッケー。ってことで行きます、また。オークのトマト農園。何回繰り返すんだ。いたいたいた。はい、持ってきたよ。違う。机に話しかける。お、この匂い。臭い粉作れたのか？お前なかなかやるな。そんじゃあ臭い粉、俺の寝床の奥にある畑に撒くんだど。早速実験だど。え、畑とかありました？あ、これ畑なの？ゴザかと思った。全然違うやん。全く違ったわ。はい、肥料ね。オッケー、オッケー、これで。あ、この範囲撒けるんやね。はい。う、あの臭い粉畑に撒いたんだな。お前臭いど。解説とお礼してやる。こっちに来るんだぞ。臭い臭い、うるさいよ、やめてよ。あの臭い粉、土に撒けば腐葉土ってやつになるらしいぞ。腐葉土は野菜が育つ速度上がる。いつもの4倍くらい早く育って嬉しいぞ。臭い粉は作物だけじゃなく、木だってあっという間に育てられるぞ。うまく使って自然ハビルダーになるんだぞ。自然ハビルダーいいね。それにしてもお前すごいぞ。よくあの臭い粉、簡単に作れたな。俺綺麗好き。すでじゃあんな臭い肥やし触れない。お前本当にすごいやつ。手袋してるよ、私。そっ
そうだ、すごいやつね、これをやるぞ。お、トマトの種5個をやったね。実は俺、自分寝床の横で臭いクナ使ってトマト取れたかったんだと。けど俺綺麗好き。それに指太すぎて種うまく持てない。だから諦めたんだと。あ、そういうことなんや。おかしいど。俺自然を愛し、自然に愛されて自然派多くなのに。まあ毒されちゃったんだね、こう、便利な世の中というものに。畑に肥料を撒いてみよう。肥料を使うと土に栄養が行き渡り、地面が腐葉土に変化する。作物や木がとても早く成長するようになる。オッケーオッケー。じゃあこれで、拠点に帰りましょう。ふう、今度こそ、拠点へ。さあ、これで、とりあえずちょっとハートを集めときまして、あ、できたよ、できたよ。よひゃーし、地帯でトマトの種を見つけたんすね。え？大木さんの育て方も聞いてきたんすか？なんて命知らずな。でも育て方はバッチリ分かったってことっすよね。大蛇を育てるお題の種がまた一つ集まったっす。この種、大事に育っていこうっす。まあでも、水場の近くにせんといかんってことよね。ちょっと、わかりづらいなぁ。どういうところに植えればよろしいのかしら。はい、ということで、じゃあ今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、順調に作物集まっていける。あと2種類あるんよね。次なんなんやろ？トマトの次。早く集めてしまいたい。